ファスト映画の何が問題なんですか。映画を盗んだ男の弁護。あの態度を改めない限り執行猶予がつかないかもしれません。絶対あいつのこと反省させてやる。10年費やした結果がこれか。映画の宣伝になってたらいいじゃないですか。大場さんのお家に一緒に行ってもいいですか。君は天才だよ。何もせずに諦めろって言うんですか。俺のやり方見ときなさいよ。石子と羽男、金曜夜10時放送。ん、なに。よろしくお願いします。え、よろしくお願いします。